血を引いているなんて。生き残るため必死でこのコロニーを作り上げ命を。アイーダさん、ちょっと見てきます。エナリー、撃っちゃえよ。ミナフスキー脳だから算出してダミーでなければこっちの方向でと。なんと、あの機体はマスク大の部隊。今の爆発で敵が集まってくるわ。あれはマスク隊員の機体じゃなかった。落ち着きなさい。私がここで足止めします。あなたは船に戻りなさい。そんな、一人じゃ無理ですよ。分かってます。いい、 G セルフを取ってきなさい。それまで持ちこたえてみせます。このままだと二人とも危ないわ。アイーダさん、わかりました。私だっていっけだぞ。飛び級生、ヘルメスのバラの設計図がある限り我がキャピタルアーミーに不可能はないのだよ。新型やつの機体ではない。遠慮なく行かせて。フィールドとやらが発動しない。何、もう玉切れだと。一体どうなっているのだこの機体は。バカな。
りてください、葉っぱさん。アイーダさんが危険なんです。 G セルフ出ます。こちらもバッテリー切れだったら。何なの、パイロットは死んでいるの。長年の苦しみが終わることのない苦しみが分かるのか。貴様には分からんのだ、虐げられた者たちの本当の苦しみが。私は何時間ここにいた。光線開始から発見救出に至るまで約1時間です。真呪縛か。独り言だ、気にするな。気がついたの、アイーダさん。生きてる、助かったのね。なんとか切り抜けて無事に帰還しているところだよ。綺麗だね。三光星雲、超新星の残骸ね。星の終わりを告げる輝き。地球と共に人は生き続けるか。ご先祖様の声、アイーダさんにも聞こえたでしょ。ええ、聞こえたわ。僕が姉さんを守るって。行きましょう。